ジョイムギタースクールギターコーチのミツです。今回はビートルズのレッド・イット・ビーで遊びながらアドリブソロが上達する方法を紹介します。はい、レッド・イット・ビーのコード進行でアドリブソロを弾いて遊びながら上達する方法を紹介します。でレッド・イット・ビーの弾き方は他の動画で、紹介してますので、この下の概要欄に載ってますんで、それを参考にしてください。コードは4つで弾けます。でキーが C ね。で、キーが C っていうことは、あのメロディーがですね、あのドレミファソラシドで作られています。これね、ドレミファソラシドで、これを、C メジャースケールって言います。それでまあ、ロックとかこういう曲でソロを弾くときはペンタトニックスケールって弾くってよく聞くと思いますけども、ペンタトニックスケールはこのドレミファソラシドから2つの音を抜きます。これね、ドレミファのファの音、あとシの音ね。そうするとドレミファソラシ、7つの音から2つの音を弾いて、5つの音で、C メジャーペンタトニックスケールっていうのがあります。これね。まあよく聞くと思うんですけども、これで、基本的にレッド・イット・ビーのメロディーが作られています。まあ正確にはこのペンタトニックスケールに、ファの音が一つついてるのかな。で、まずアドリブソロで遊ぶ最初のステップは、まあざっくりでいいんで、あのメロディーをあのどうやって弾くとメロディーになるのかを弾いてみます。まあ正確じゃなくていいんで、まあ、大体でいいんで鼻歌歌いながらね、あのメロディーを探していきます。こんな感じで、基本的に、まあ、C メジャーペンタトニックスケールとこの F の音ね、これがプラスされて作られています。これね、でサビはこれね、これでしょ。でこれも基本的に C メジャーペンタトニックスケールプラス、まあ、この F の音ね、ファの音で作られてます。でこれを、まあ、なんとなくあの鼻歌あの混じりにね歌いながらこう弾いて、場所をとりあえずギターの指板の上でこの辺で覚えます。で覚えたらあのレッド・イット・ビーのバッキングトラックに合わせてとりあえずこれを弾いてみます。でレッド・イット・ビーのバッキングトラックは別に動画があるので、その動画もこの下の概要欄に載せてきますんで、その URL クリックしてそれに合わせて弾いてみてください。 1 and 2 and 3 and 4 and こんな感じでバッキングトラックに合わせてギターでメロディーを弾いていきます。それであのメロディー弾くときは完コピみたいにガチって弾くんじゃなくて、あのバッキングトラックに合わせてそのリズムに乗せてタイミングよくこうパン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 って入れるようなイメージの方がいいかな。そうすればあの多少、まあ、メロディーとかね、そういうのが間違ってもこのリズムに乗ったソロが弾けるようになってきます。でこれの練習がまず一つ目のステージ。
でこれができるようになったら、このメロディーを少しずつこう崩していきます。で崩し方はここにあるね、 C メジャーペンタトニック、これね、まあ C メジャーペンタね、まあこれでメロディーが作られているので、この音を入れながらメロディーを少しずつ崩していきます。で崩して弾くとこういう感じです。One and two and three and four and弾いたような感じで、メロディーをちょっとこう崩しつつね、そこにスケールの音を混ぜて、ソロを弾いていきます。なのでどっちかっていうと、まあ、メロディーの要素はちょっとたくさん残ってるようなイメージです。でこれに慣れてきたら、次が3つ目のステージ。これはね、メロディーをちょっとだけにして、あとは、スケールの音とかにしていくとより、ソロっぽくなります。One and two and three and four and...感じで、メロディーをちょっとだけ残してね、あとは、まあ、ペンタトニックスケールとかいろいろ使って、まあ、範囲もここだけじゃなくて、幅広くポジションを使うとロックっぽく弾けます。今は、まあ、なんとなく最初はビートルズっぽく弾いて、後半はなんかブルースみたいな感じで、アドリブソロを弾いて遊んでみました。でアドリブソロの弾き方っていうのは、たくさんいろんなアプローチ方法があって、100人ギタリストがいれば100人違うアプローチ方法があります。で僕はこういう感じで弾きますし、まあ一緒にやる人によっても影響を受けて違う弾き方になることもあります。でこれが正しいっていうのは特にないので、これが間違ってるとかね、そういうのはあんまり気にしなくていいので、まずはメロディーを、弾く、それが最初のステップね。で次はメロディーを少し崩しながら、ソロを弾く、これが2つ目のステップ。3つ目は頭の片隅にちょっとだけ、まあ、メロディーね残して、まあ実際にはコード進行を聴いていくのが一番いいんですけれども、それを聴きながら弾いてポイントポイントでメロディーをパッと入れるようになると、楽しく、弾けるようになります。でまあこういうねソロの弾き方はいろんなレッスン動画とかギター教室まで、教えてると思いますんで、皆さんがね好きなタイプの弾き方を選んで楽しく、ギターを弾いてください。1 and 2 and 3 and 4 and...Thank you.
してチャンネル登録してください。スマホの方はこの下にある登録っていうボタンをクリックしてください。